やっぱりあの一点の重み、うんうん、これがやっぱ高校野球の面白さ、まあ、そうですね、明日はないっていう、うん、負けたら、うんうん、確かに、うん、いやこれさあさあじゃあ練習試合終わりなの、そんな入り方なんかただの練習試合終わっただけだよ甲子園決勝の後みたいな感じの雰囲気すごい出してましたけど、ね、やっぱり、はい、こうね一試合一試合大事にしていかなきゃいけないなと思いまして、はい、あの栄冠ナインやってますけど、はい、やってますちょっと改めて、はい、今回初めて見た人のためにいろいろ説明しましょうか、はい、栄冠ナイン、はい、あのチームを、高校野球のチームの監督になって、はい、あのずっと選手を育成しながら甲子園を目指すっていう、ほぼ育成だよねやってる、そうだね、試合も指示ですもんね、はい、今のところ、はい、今2年生ん3年生が卒業したんだよね、卒業しました8月 あの引退して野球部を、ね、今2年生と1年生しかいないんです、うん、新チームになったと、はいはい、で我々が作った選手、あまずこれがね、あの一緒に入ってきた江川卓投手ですね、そうですね、はい、江川卓投手がいて、能力ちょっと見て、うん、はい、能力は三角ですね、はい、いやいいねやっぱりいいですね、これは昔 の OB 選手とかがそうです、ね、はい、1年生として入ってくる、転生 OB として1年生で入ってくるっていうので、はい、で江川さんをぜひちょっと育ててみたいということで、うん、あえて選んで、はい、まあ、順調に成長はしてますね、うん、成長してますね、はいはい、うん、と一緒にこういう自分の名前ね、角田拓とか角田和、はい、あ、いいですね、角田和いいね、結構角田和いいね、足早いのがちょっと僕納得はあんまり出ないですすげえ盗塁型の線、盗塁 A だよ、短い足でチチ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 チアンチがいっぱいいても逆境に強い、逆境にはちゃんと、はい、で淡路、うん、淡路ひどいな淡路も逆境強いんだ、うん、淡路はなんかずっと勉強ばっかするけど学力一つも上がらない、上がらない、いいだよ意味ないんすよ、うん、こいつで、あと野々宮と、あ、ミカちゃん、はい、ミカちゃんはあの球軽いんだよなあいつ軽い球なんだよな、なんか よく聞こえないですよそれでもこれも こういうキャラも育てば、はい、ね、左のワンポイントとして、いや本当ですよ、うんうん、スライダーとかいいもんな、ね、いいですよ、ちょっとあの中継ぎとしてちょっと育てたい、ね、中継ぎとして、はい、はい、ということで、はい、あとこういう2年生もまだ、ね、2年生とかはもともといた選手だしね、はい、これでやっていきましょう、はい、やっていきますか、はい、じゃあこれ育てるところからね、はい、いきましょう、はい、じゃあいいですか、僕そんな大丈夫ですか、青いマスがこれがスゴロク方式になってて、はいはい、あの上に書いてある、ね、このカードに書いてある数字の分進むっていう、はいはい、ちょうどいいね、これどれでもいいね、4マス、じゃあ風を育てるのインターバル走からやって、あ、いいね、足を速くしてほしいから、まあ、一番センターになっていただきたいです、そうね、はい、おミートオット、ミートオットもいいね、いいですね、いいですね、これが本当にどんどん愛着湧いてくるよね、うん、そうですね、もう急に強くなんないですもんね、うん、本当にコツ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 、う、ね、うん、コツコツ、いいね、うん、青のマスだとポジティブイベントが起きます、4多いな、3だね、うん、いい感じ、わ、クリスマスだ、はい、ペッパー、ペッパーって何なんですかね、守備の練習、ロボットね、ロボット、ペッパーです、いやいや、そのペッパーが、いや、それじゃないですよ、そのペッパーじゃなくてペッパーという練習方法はあんま知らないんで、ね、はい、あんま想像がつかないですけど、まあ、守備が上がる、シートノックみたいなことか、お、マンツーマン、うん、変わって、はい、クリスマス、街は恋人でいっぱい、もうそれで終わりなんだもん、この子マネージャーで、はい、鬼反りいや、ここ反り上げてるわけだこれ反り込みじゃないのこれがちゃんぽん、前髪をこう下ろしてるだけだもん、まあ、このマネージャーのこと付き合ってるやつもいるかもしれないですよ、ね、いやそれは知らないでしょ、そういうのもあるかもしれない、恋模様は描かれないですけど、スケジュール見直しとかあるよ、あ、やってみます、5欲しいですね、でもいや、スケジュール見直してあれか、あれを変えられるんだよね、ん、違うよ、この上が変わるんじゃない、上が変わるのか、じゃこれやってみようか、え、4、うん、すぐ行けないもんね、うん、あ、こういうことだ、あ、なるほど、あ、いいじゃんいいじゃん、221で、あ、で青に行きますか、はいはい、まあ、細かく進んだ方が、あ、でも
あれか、数字が大きい方が練習あそうです、ね、上がるのか。はい。なんかやってほしい。グラウンド整備にします。あ、グラウンドを上げてほしいね。はい、お、いい。よしよしよし。いいぞいいぞ、土良くなった。あ、いい。こういうのやっていくんだね。これ雨だとなんかあれ？ちょっと練習効率は下がります。でも晴れた。うん、お。あ。監督は淡路君を不良グループに絡まれてた生徒を助け出したみたいな。そんなんやる？淡路の活躍感じ。うわ。え？まあ、確かにちょっと正義感はあるかもしれない。オール F の選手が？はい。あいつの評価が上がってんな。いや、その野球で評価上げないですよね、あいつは。そうそうそう。勉強とか。勉強とかそういうところで評価稼ごうとするとあれ、もうすぐもう大晦日だよ、明日。あ、やった。レアな選手かと。あ、いいですね。松井和夫かな。西武のね。西武の、うん。これ行ってみよう。黄色行ってみますか。黄色は練習効率が上がるマスだと思います。じゃあいいね。はい、黄色とかやっぱバンバン止まった方がいいよね。そうっすね。でまあ緑は回復のマスなんで、うん、そこにもちょっとチラチラ。うわうわひどいな。うわひどい弱小。いやまあ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 。いやでもこれはもうね、あの江川が2年になる時をね、そうですよ。ちょっとやっていきたい。3と1で休もうか。3と1でいいっすね。はい。はい、1ヶ月後代でいきます。はい。1900。うわー72年になった。ハッピーニューイヤー。全然生まれてない誰も。そうだね。あ、この月の初めに必ず練習を決められるんでね。指示できる。はい、指示。こちなみに1972年っていうのはなぜかというと、江川選手を、はいはいはい、高校生の江川選手を引き当てるためにこの年にすると出てくると、はい、江川選手が、はい。そうですね、はい。はい。それで72年です。菅原は制球を上げる感じですか。制球でいいのかな。変化球上げません。 D だったらまあまあ151キロあるし、変化球をちょっと上げるっていうのもありかもしれない。まあでも中継ぎだからコントロール、コントロールいますかね。コントロール C ぐらいにしたいけどな。どう、もうちょっと変化球上げる。ちょっと下磨く。下落ちる球ちょっと磨きたい。抑え投手はやっぱ落ちる球、うん、笑顔はこれは、笑顔はこれでいいか。もういやちょっと溜まってきてるから、あか急速に行く。そろそろ、あ、スタミナ欲しいな。スタミナ欲しいですね。スタミナ上げたいな。うん、ミカちゃんもちょコントロール、あでもちょっと D にしますか。コントロール、ミカちゃんコントロール上げよう。なんか、うん、そうだね。これタクヤのライバル、タクヤ二塁で行くことにしたんだっけ。いやキャッチャーは B がついたんで。そうそうそう、キャッチャーついたの。じゃあタクヤ川出は、だって能力としては、うん、川出は代打多い。じゃあちょっとパワー上げとくか。そうですね、うん、CC 俺も打力をちょっと、あそうだね、まだやっぱ守備、うん、見とれたい、うん、松野、これもこれでいっか。まあ、か守備力か、どっちか。まあそうか、守備力すぐ D、 守備力はねでも上がると思う。補給上げてやな。勝手に補給上げますか。補給上げましょうか、はい、あ広山はいいっすね。サードパワーを持ち上げるか、補給も上げたいですけどね。24補給悪いね。サードで補給ちょっと軽視しがちだけど、補給ちょっと上げとこう。 大事です。でこれは補給習慣入れる。補給習慣、補給習慣ね。これ補給習慣ちょっと入れる。補給習慣ってなんですか。全員補給を。いやでもこれ風邪はいないね。風邪はいない。風邪足の人。わ僕もでもいい。風邪足 C にして。大島どうする。大島割といいね。クリーンアップ候補だね。ちょっとパワー上げたいです。パワー上げよう。ちょっとパワー上げてもらっていいですか。あじゃあもうお任せ。ちょっと伸び伸びやらしてみます。そうだ、オッケー。まだ選手少ないから簡単でいいね。はい、マジ適当だな。やっぱあいついろいろ人からいろいろ指示されるの嫌なん。はい、やっぱ自由に伸び伸びてやらした方がいい。すぐ筋トレ稼ぎに行くから。お、いいですね。よし、やっぱこの元旦三が日もちゃんと休まず練習。そうね、弱小高校だからまだ、はい、お、いいよ。よし1で休む、励ますと。そうですね、1と1でいく。
うん、あ、いいかもしれないです。1と1で。すげえ、俺ばっか出てくる。いいね、いいね。おお、あ、いいよ。あ、グランドが。まあまあまあ。よしよしよし。大事大事。で、守備。守備連携。で、1、2、3、4、5か。休憩、うん、お、いいですね。笑顔。来い。お、練習試合申し込みありますよ。じゃあ、1回2で休んで。やってみますか、練習試合。あ、練習試合してから休む。それもありだね。どこに出てくるんだろう。うん、なるほど。はい。3校。わ、そこそこと行きましょうよ。みぶき。三部北すげえ近い。宇宙実家に近い。三部高校ってあるから。実在するんですか。実在はしない。三部高校。三部高校ってのがある。俺らが住んでる町の隣の町が三部っていうところ。どうぞ、もうか。一回勝利欲しくないでも。いや、そこちょっと自分たちのやってみる。チーム力をちょっと確かめるっていう意味でも、はい。猛実と戦うじゃん、猛実と。猛実と。知らないの。問題ない。いや、ちょっとこれで。どこに行くんだ、みんなに自信をつけさせたい。あ、あそこに行くんだ。じゃあ、じゃあ休んで、うん、そうっすね、うん、ホームチェックして休んで練習じゃん。うわ、勝ちたいなこれ。うん、勝ちたいね。格闘ゲームみたいにどこ見てんの俺ちょうど1来ましたよ。1でいいのかな。まあ、バント練習でもいいかもしれないですね。 どっちかでもさ、練習試合で止まんだっけ。必ず止まりすぎちゃうんだ。あ、取りすぎないです。取りすぎちゃったら下行けばいいだけだし。あのマス止まりたいよね、下のマス。あ、いかない。負けたら下に行きます。勝ったら上です。あ、じゃあ1で、あ、なるほどね、まあ、じゃあ1でここはとりあえず行っとくね。はい、さあ来た注目選手。あ、僕いるな。カズ大島。おお、大島行ってみる。いいっすか、僕。よし、1割4分3厘ですかね、打率が。ひでえな。あ、やべ、角田拓がめちゃくちゃ絶不調ですよ。うわー、外すか。ね、絵がうん、それは大丈夫です。外すか。でも外し、あ、でも2塁だからいけるのも待つので。2塁待つのでいく。待つのセカンドです。いいよ、俺。ちょっとさすがに悪すぎるね、それ。外す代打、でも4割4分4厘。めちゃくちゃ打ってるな。なんで松野6割6分7位だ。すごいな。じゃあいいよ、松野でいいよ、松野さん。松野さんにちょっと。いや、松野を代打で拓也出しとくっていうのある。まあ、まあ、それでもいいっすね。松野ここぞというときに。OK。はい。これでいいじゃん。うん。はい。はい。いいと思います。よし。で、これ、相手も見れるのかな。始まってからですね。始まってから。始まってから。はい。加藤、この72年はもう結構負けない年にしよう。そうですね。攻撃から、じゃあ僕から行くよ。あ、大島スタートでちょっと見よう、相手を。スタートどれでしょう。あ、タイムか。あ、違う、スタートか。あ、はい、戦力分析。相手は、あ、これか、これ相手か。戦力 D、 戦力 D、 相手の詳細のできないの、そこは。横、横いける。データ、あ、データ、投手データ、相手の。あ、来た来た来た。あ、先発早いな。スタミナが全然ない。スタミナないね。スタミナない。いや、でもいいピッチャー揃ったよね。みんなスタミナないけど。はあ、ははあ、まあ継投でやってくるんですかね。継投で。本当だね。なるほどなるほど。で、相手の投手データ、うちと同じぐらいじゃないですか。うん。いや、いいのいる。うわ、こういう選手欲しいな。めっちゃ守備、守備の人だ。あんまあれですね、あの流したりした方がいいかもしれないですね、右バッターだから。ああ、ショートには、ショートに飛んだらこれ結構。いや、いい選手だな、欲しい。欲しい。欲しい。うわ、ショートが強いですね。うちに引っ張ってこれないかな。うん、よし、じゃあそうしよう。ショートには打たない。打たない。それで行こう。流そう。流します。じゃあ、引っ張り屋さんか。これは流そう。あ、でも引っ張りさんなんだ。引っ張り屋さんなんだ。なんですか、引っ張り屋さん。頑張り屋さんみたい。わ、これどうしよう。ちょっと慎重打法で。
相手、スタミナないからね。ちょっと球数稼ごう。引っ張りでいいか。打ってくれ。打て打て。大島。頼む。ここ。よっしゃ。よっしゃ。ああ惜しい。なんか惜しいな。ちょっとヒットエンドランしてみていいですか。あ、じゃあ慎重じゃない方がいいか。そっか。あれ、うわ最高。うわ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 。三振ゲッツ。ひどい。三振ゲッツ。いわゆる三振ゲッツ。最悪だった。流そう。わあいいっす。ワンアウト二塁。あ、これは引っ張りの方がいいのか。流しちゃう。これはこれも慎重で、はい、引っ張りで。おおデッドボールだ。俺の番。流し3ですね。ファイトで調子上がるのかな確か。4番だもんね。はい。星座パワー C とかありました確か。強振してみるか。はい。ここちょっと行ってみる。はい。いいと思います。チャンスです。来い。おお。おお。でかちゃんとあの指示通り身を結ぶようになってきた ね、 ね、うん、すげえ信頼関係が築けてきてる。こうなってくるといいね。いいぞいいぞ。ちょっとここはここも転がそう。しかも流し打ちでしっかりと、うん、おい強振して頑張れよ。おい抜けろ。よっしゃよっしゃ。ナイス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 。ショートに打たないのいい攻撃。ツーアウト二塁チャンス。ツーアウト二塁ね。平山これは流そう。流しいいかもしれないですね、うん、ショートに打たない。とにかくショートに打たない。慎重でミートで流そうかな、うん、しぶとく一二塁かも。お引っ張りやがった思いっきり。おい思いっきり引っ張りやがった。来い。おおナイス。いいそれそれそれ。うわなんか指示通りいいっすね。これは引っ張る。引っ張りを昼戦送る。調子上がりますね確か。ここ畳みかけてもいいか、うん、これもミートで、はい、慎重で引っ張るわ。はい、いけ倒し。よし見えてるよ。あいい球。おおナイスカット。来いナイスカット。いいよいいよ。おっしゃ、オッケー。ちゃんと身を結んでる。お強くなってるぞ。ショートに打たない作戦いいね。いいめちゃくちゃいいっす。お、セリザー来た。ちょっとこれは流しのもう一回これでいきます。素晴らしい。した素晴らしい。やまびこ打線もうイライラしてるよあのショート入ったの。確かにバッティングにも影響。流させんなよと思ってる。これは流しが3。やっぱ2年生強いなやっぱり。これ慎重でいいかないい、ね、やっぱり、うん、いいと思う。球数だって5回で78球投げさせてますから。お祭り男もうスタミナもそんなないはず。お祭り男取っといてもいいか、うん、はい引っ張るな。和也さんの指示にはもう従わないです。おかしいな。おおおおじゃない。わピンチですね。さあここから投手力試されるよ。笑顔は抑えてるよ。めっちゃ抑えてる。6番のワンアウトか。ゲッツーシフトでもいいのかな。でも塁埋まってるからね。ゲッツーシフト取ってみる。でも相手結構パワーある選手少なかったんで、うん、速球で押すっていう。そうありだね。ちょっとこれでいってみる。低め中心の速球で来い。うわ早い。いや笑顔いいねやっぱり。怪物だね。惜しい。あおー、okay. ナイスピッチ。やっぱいやコントロールもいいよ。出てきたね。うん打たせて垂らします。そうだねどこでもいいね近いとこ。よし
押さえた。うわっ、マジか。うわー、すいません。まあ、大丈夫、全然大丈夫。練習試合だから。いや、ダメだよ。調子悪いから速球で、あ、いい、速球で内角攻めて。いいっすね。ナイスボール。よし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 、ファール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 。あそこはどう打ってもファールでしょ。こうなったらもう緩急で落とす。いいっすね。なるほどね。あ、あれ、あ、相手のが一枚上手。やべ、2点取られた。やべえ。大丈夫、大丈夫、任せとけ。くそ。いや、難しいな。意外と打たれちゃったな。もう一球者欲しいのかな。詰まらす球欲しくないですか、シュートとか。いや、でもそれは選べないもんね。はい、オッケー。いや、選べるはずですけど。投げさせる球種は、はい、選べた気がしますけどね。選べないですか。選べないです。ランダムですか。球種はランダムじゃない、投げる球種でしょ。あ、じゃあ覚えさせる、覚えさす球種。あ、どうだろう。あ、覚えさす球種は分かんないけど、方向は決めないんだよね。あ、そう、あ、そうか、そうか、うん、あ、ファイト使おうかな。ファイト使え。ここちょっと塁に出ろ、塁に出ろ。いいね、いいね。じゃん、三振したの。いいね、いいね。じゃないですか。逆だと思うんですよ。あ、俺でいいんだっけ。大丈夫です。笑顔は変えてもいいよ。でも前回そのミカちゃん、あのリー結構リードしててミカちゃんに変えたら5、6点取られるっていう事件が起きた。そうだっけ、はい、やばい。そろそろでも、まあ、C だからスタミナ的にはそんなに危ないか。あれ出す か2年生出そう。100球超えてますもんね。うん。お、絶好調なんだ。絶好調。かっこいいな、こいつ。150キロ出るよ。あ、強心臓でピンチ上がります。どうする？いや、ここ抑え時だから使った方がいい。速球でいいよね。うん、はい。で、強心臓使いましょう。緩急かな。あと、伝令も使えますよ。あ、味方の守備力上げる、上げたり。でも出てきたばっかりだもんね。打たれたら。おっ、ナイス。取れ、よっしゃー。取るんだよ、ない。はい。低めか。こいつも速球で押せるな。前進守備します。外野ちょっと前進し。いや、どうだろうな、でも。7番。2人目あげないっていう。2点目はね。よし、いいぞ。よし、ナイス、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。パーフェクトリリーフ、あと1人。2点、まあ、最悪2点やってもまだ1点リードしてるっていう。うん、おお、かっこいい。なんかやっぱ球が速いと迫力あるね。来い。江川も早く150キロ超えてほしいね。9位で押したよ。OK! 素晴らしい、素晴らしい。勝てるかもしれない。いいリリーフ、守護神だな。攻撃、攻撃、うん、ここで狙っていくよ。4番、これはもうこれでしょ。で、流し打ち。いい、また広角に、広角に追加点。 およく見て。うわ、抜けんじゃん。うわ、来た。いいバッターな。うちの4番が、もしもこれに勝たなきゃいけない。ちょっと厳しいっすね。同じ守備位置、同じの。じゃあ、あの4番を取るには。なるほど。もしも4番狙ってんの。僕は4番狙ってます。お祭り男使おうかな。もう8回だし。そうだね、8回だから。で、流し。来い、岡村、打て。5番が1割6分7厘か。見ろ。
うわ、まあ、1点は取れたか。オッケー、ナイス。そっか、そういうのじゃあやっぱり打順変えてった方がいいのかな。そうそう、ありかもしれないですね。もう一本、もう一本。そうだね、能力だけじゃなくて、うん、まあ、あのほら技能とかもあるから。うわ、頑張れ。打率見てもいいかもね、もうちょっとね。おっ、あー、マモノちゃん、いけいけいけ、おーし、マモノちゃんだ。おし、マモノちゃん出た。よしよしよし、あー、タクヤ来たよ。あ、来た。台座送る。めちゃくちゃ調子悪いですけど、ね、ラッキーボーイ。調子悪い。絶、もうそうっすね、食当たりなんだよね。確かに朝方めちゃくちゃ入ってます、ね、ちょっと熱があるところじゃないの。いけ。うわ、打球弱。打球弱。こんなの多分プッシュバントよりちょっと弱い。調子がそれあんな打球になるわ。うわ、でも打率下げちったな。代打出てきたんだ。いや、こいつのやっぱ信頼感すごいな、やっぱり菅原の打者。あの、まあ、走者いないから、うん、定位置で低めで、よっしゃ、オッケー、ナイス、ナイス、オッケー。1個ずつ勝てるよこれ。コース任せで。どうする、ミカちゃん出す。いやいや、ちょっとまだ、いや、信頼ねえな、まだ勝ち取れてないです、信頼は。よし、ボール。ミカちゃん、ほら取れるっしょ、取れる、ナイス、ナイス。タケヤ、ミカちゃん使って。いや、でもミカちゃん軽いからさ、ミカどうしよう。そう、なんか、なんかダメなの、ミカちゃん軽いね、軽い女みたいに、それダメですよ。球だ、軽い球。いや、わかるけど、いや、なんか言い方がちょっとあれなんで。出してみる。だって、まあ、練習試合とか出さないとさ、まあ、そうそうだね、確かに確かに。本番、大会始まったら出さないでしょ。確かに、出さないでしょ、出さなくはない。いや、出せなくなるでしょ、これ出していかないと。変化球で、うん、ここでちょっと使って、うん、位置で、うん、ファイト使うよ、行きましょう。あ、いいかも、いけ。いや、いけるはず。前回やっぱ初登板だったって、前回は防御率36だよ。おー、きた、ミカちゃん、ミカちゃん、素晴らしい。抑えたわ、なんか強くなってますね。なんか嬉しい。いや、成長してるわ。うん。うわ、いいなぁ。そこそこの高校に勝てましたよ。うん。いい。すげえ。あ、これ見とこう。へぇ。大島さん。うわ、俺と淡路打ってね。あ、ほんと、大島1。なんだ。1安打。うん。芹沢やば。あの3番のいいっすね、川で、川で、あ、やばい、川でいいな、拓也、拓也さんライバルが、西欧州、あの2人はもうちょっとあそこ固定だね。うん、確かに3番4番がいい。わ、結構能力上がったんじゃないですか。おお、上がってるね。いい、そうだね、2上がってる人もいるね。うん、いいっすね、いいぞ、いいと思う、うん、やっぱり練習試合やってった方がいいね。いいですね、菅原と芹沢がすごい上がってる、うん、3-2 で5ですね。あ、3-2でいいか、うん、3-2でいいか、うん、よしよしよし、1月成人式、冬を越えたいね、早くね。そうですね。あ、でもこの冬の時期に体を作る、うん、あ、平山がやっぱね、いいんで、暑いんでね、熱血の人、キャプテンいいね。あるんですかね、やっぱそのキャプテンするに性格あると思います。出た、24かな、銀字出る、菅原補給、あ、補給月間だ、補給月間、みんな補給、あ、すげえ、補給月間。いや、でもいいね、この冬の時期にさ、うん、ちょっと地味なとこをこう、確かにやっときたいね。そうっすね、読んでいいよね、でいいっすね、練習指示使っちゃう。あ、ここで使ってもいいかも、あ、ここは半分ぐらいで、確かに使いますか、うん、ここで邪魔っちゃ邪魔だし、
まあ、そんなに細かい指示はいらないですもんね。まあ一回これは後でやる。補給の人たち、あ、補給アップしたね。いいなってる。で松、そしたらこれは変えとこうか。わかりました。うん、松野はパワーとか守備とか。あ、でも守備は、あ、守備一個上げとくか。はい。ね、これはこの辺はいいか。その辺はいいと思います。ちょっとさ、ピッチャーなんかここでなんかちょっとスタミナとかいいか。まあいいか。あ、みんなを。江川はスタミナ出たいもんな。とりあえずこれで、うん、これいこう。はい。はい。うん。33で超えるか。33で超える、うん、33だと超えない。あ、33でダメだ。35でいこう、うん、はい。お、下に上がった。いいよ。よし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 。お、結構上がってる。お、カズヤ頑張ってんの。いいっすね。4でいいかな。4でいいかもしれないですね。で、1、2、3、4、3か、もしくは5 1、2、3、4-3-3。あ、アロマグッズ。うわ、あれいたずらしてるやん。4-3-3。いたずらしたの？いたずらしてます。おい、平山どうなってんだ。キャプテンが練習機材にいたずらしてる。最悪だな。どうしたんだよ。平山急に。まあまあ、先発は、ね、ちょっとおかしくなっちゃったの。ちょっと。わーってなっちゃった。キャプテンの責任感からわーってなっちゃった。向いてない。カーデ君余計な。カーデ君も。おい、確かちょっとなんか嫌なことありそうなんですよ。あれ、なんか嫌なやつ出てきてんね。なんか多分眼鏡かけてインテリ風だから。カーデ、はい、ちょっと休み一発入れるか。はい、ちょっと一回みんなおかしくなってるんで、うん、休み入れましょう。お、スタミナ上がってる。いいね、いいね。B に乗ったら結構でかいですよね。で、2位だよね。うん、2位。2位、2位っていけたらいいけど、2位ないか。そうっすね。2位、3でもいいか。はい。さあ。よし、練習指示。A が6、まあ B までいきますよね。うん、そうだね。あ、1個上がってますよ。あ、じゃあ、上がった？はい。上がったね。じゃあもうコントロール上げますか。コントロール欲しくない？あの、そうですね、欲しいね。あれで出すんだったら中継ぎで、はい、行きましょう。バミカちゃんあと1なんだ。欲しい。1だったらほっといても上がるかな。どう？いや、あ、でももうほぼ上がりますけどね。そしたらな、何やっても上がるよ。スタミナちょっと、スタミナ行きます。はい。ここでパワーもまだ上げれる。肩 D まで行きますか。 D まで行ってもう正捕手として、岡村がミートと上がって、いや、これね、もう苦渋の決断。もう角叩くは最悪、次の年でもいいよ。なるほど、キャッチャー正捕手。ここ一回育ての時期に入る。岡村ミートパワー上げますか。 C にしますか。ま、うん、松野も守備、あ、 D になってる。松野二塁。松野はでも、松野ミートもありっすけどね。松野も打力に行きたいな、本当は。じゃあミート行きます、うん、で平山が補給がまだ上げたいな。平山三塁は河合がいないから、うん、補給上げよう。ちょっと守備とか上げたいね。いいにしたいですね、うんうんうん、補給。この辺もそうなんだよ、守備上げたいんだ よ、 そうなんすよ、ね、でも補給45だったら一旦パワーとか行きます。補給さ D ぐらいにしない？にする。はい、まあありですね。かミートミート D にします。やっぱ4番でやっぱ打力、うん、ショートなんだよね。補給上げようか。分かりました。 D にしよう、せめて。風、はい、うん、はちょっと足の人は、しっくりきてないですけど、ね、徹底的に。大島パワーの人全然なんだよ。淡路何上がってるか。淡路は何が上がってるか。淡路なんかさ、なんかもう特徴つける。肩すげえよくする。いいね。守備の人にします。淡路も肩よく分かりました。レーザービームとかつけたいですね。肩一番低いのね。一番低いね。でもなんか、うん、外野守らせんだったらこの先、うん、そうね、確かにそうですね。でもこの打撃はもう期待できないですもんね、うん、はい、よしよしよし。 OK。 わっ、和也さんの総力がいいよ。で、2がないので3ですかね。3だね。でも3行って次かわせます。 3-1 で5で、あ、3-1でいけんのか。あ、3、あ、
1、2、それか1使って様子見る、1、3でいくイメージで。あー、なるほど、そうっすね、なるほど、よしよしよし。おあ、じゃあ1なのに結構上がった。3、5でいけるか、超えられる。あ、そうか、好きなのでいいよ。じゃあ守備連携、いいね、補給上げよう。あれ赤に止まらないですか、これ。これで5だったら1、2、3、4。あ、ダメだ、1か4だ、やばい、やべ、練習し、練習指示でこれも何もせずに、うん、あ、1出た、出ました、うん、1の5、1の3だね、1の3か、うん、あぶねー、あぶねー、赤止まると、まあ、赤止まると悪いこと、あの、セーブデータが壊れる、お金取られるんだ、どんな悪いこと起きてるんですか。あ、やばい、江川のテンション下がっちゃった。よし、3でかわして、いいぞいいぞ、お、特訓が出てきた。あ、ほんとだ、あれ取りたい、ね、うわ、あれうまく取りてえな。よしよし、お、いいよ、ミカちゃん、オッケーオッケーオッケー、めっちゃ上がる。3、4、あ、ミカちゃんが川でのマッサージをした、テンション上がって、ムーミアカーデに褒められてる。17歳だって、高校生ですからね。あ、5を4でいけますね。あ、じゃあ4で、あのおっさん止まる。いや、5と4があるんで、あ、ちょうど休んで、あ、休んでにしようか、はい、そうしようか、はい、え、学力、テンション、よし、もうバレンタインだ、ちょうど、うんうん、菅原、あ、コントロール上がった、ナイス、お、補給、すげえ、補給上がりやすいから、うん、そっか、お、補給 3! すげえ、いいじゃない、お、すげえすげえすげえ、あ、コントロール、いや、5はすごいね、5やばい、アタックス、やっぱ5とか大事に、うん、ね、5使った方がいいね、お、しかも休みも最高だ、あ、青いチョコもらってる、うんうん、淡路、彼女ができた、そんなのあんの。淡路に、え、淡路に彼女ができた、それで今日来たんやの、この動画、そうっすね、彼女ができた。よし、ここで特訓、はい、これ角田和子、いい、わ、た、なんか上がってんな、この、うん、どんどん冬の、いい冬になるな、お、俺か淡路、淡路か、淡路、大島、平山、え、まあどっちかだね、大島でいいよ、いいっすか、うん、じゃあ僕で来い、うわ、対大投手に流し打ち、うわー、いぶし銀、でもどういう選手にしたいかだね、やっぱそのスラッガーに育てたいので、スラッガーか、じゃあ流し打ちはいらないんですよ、ね、アイスラッガー、アイスラッガー、アイスラッガーじゃない、これアイスラッガー、ちょ、これ言っていいっすか、ちょっといけるかわかんないですけど、 いけなそう、いいよ、賭けに来い、頼む、いやあ、ダメだ、まあ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 、まあ、くそ、信頼度上がったから 2-1 でいきます、うん、やっぱ難しいんだな、4は、でもついたもんね、4のやつとかね、はい、俺キャッチャーついたし、確かに、うん、お、来た、え、見て、みんなの能力すげえ上がってるから見たいな、ちょっと行ってみますか、あ、いや、いや、あれでいいんじゃない、次の楽しみにして、はい、あ、ちょうど勉強しますか、うん、お、全部1やばいな、そうだね、休めるし、1やばい、赤になっちゃう、また1が来るってこともないだろう、これで、そうっすよね、うん、いや、わかんない、ゼロじゃないよ、さすがに、お、読書に嘘つけ、嘘つけ、寝てるでしょ、あ、いつだ、あるんだよ、だから、あれ使う、アイテム、アイテムありましたっけ、多分まだあると思う、あ、これありますわ、うん、今日、進行アイテムの数字を1個上げてます、ちなみにこれですか、うん、あ、これ入れ替え、そういうカードってさ、あ、テストはさすがに消えないか、でもそれでもいいよ、どっちでもいい、でもこんなにあるから使ってっていいよ、ね、これこっちですか、うん、これで多分その全部あの4つテストはなくなんないよね。あの、うん、なくなんない。ああ、そう、カードか。カードが多分変わります。うん、はいはいはい。じゃあ、それにしますか。うん、お、あ、じゃあ5にしますね。うん、投げ込み。はい。よし。
笑顔とか上がるんじゃないですか。お、スタミナ、よしよし、お、いいよ。で、試験、お、松野の、松野だけ、また一番、あ、これはいいかな、1ラッシュ、1ラッシュ、パトラッシュみたいな。おお、柿田君ミーティングで野球に対する夢だろう思いを語った。おお、拓也さんに野球テンション上がるのいいな。11でいいんじゃない。11でいきますか。そうっすね、あ、卒業式がある、3年生が卒業する。わ、いいよ、熱血、たまに練習機材。でも平山アロマグッズにいたずらするからな。謎の一面持ってる。怖いんだな、アロマグッズにいたずらする。変な匂いに入れられる。アロマに。怖いな、数的変な匂いあれ何だったんだ、あのマジ。変なやつだな。レアな野球選手。いいっすね。1、2、3、4。4でかわして、でいいっすかね。うん、で2で黄色止まります。なるほど、はい。サーチ、春なってきたよ。はい、これちょっと見ながら、請求、うん、それちょっと見てもらっていいですか。もうすぐ上がるのか。あ、いや、そしたら変えちゃっていいよね。野々宮も上がったもんね、これね。そうですね、違うのに。エガは急速いきます。そろそろこの4月7月に向けて急速とか上げてっか。はい、はい、150欲しいな、うん、で野々宮はスタミナ、このままいいぐらいまで上げようか。はい、うん、そうですね。コントロール D になったらどうする。いや、 D になってました。 D に上がってた。はい、カーでどうしようかな。上がったらカーでいいね、これで、うん、そうなったら守備も上げといた方がいいんですかね。浮き上げようか、じゃあ。あ、そうですね、そうですね、うん、お、で、拓也さんも D になってる。守備上げます。ほんとだ、守備か補給。上のミートパワー総力はいないから、うん、いないってことなんだ。正捕としては確かに補給守備力上げていこうか、うん、じゃあキャッチャーこれ2人で補給練習します。はい、はい、岡村もうちょっと C とかまで行きますか。ファーストファーストだからね、はい、松野ミート D になってる。いい選手になってきてるな、うん、そうね。パワー上げるか、まあ、総力か補給 D にするのか。うん、でもこいつ代打すもんね、基本。そうだね、じゃあパワーだったらパワーに行きますか。そうだね、代打、うん、は補給でいいと思う、もうちょい、はい、サード。あ、で芹沢 D になってるんで、これはもう肩上げましょう、肩。あ、パワー、あ、俺はミートのと、あ、ミート D にしますか。ミート D にそれかもうパワーに戻パワーに持っちゃうか。でもショートの肩 E だったらゲッツー取れないとか。あー、なるほどね、肩いっとくか。2年生なんだよな、あとさ、あと数ヶ月だよ。風は足の人、あと数ヶ月だけど肩で一回。じゃあちょっと数ヶ月、数ヶ月、あと4ヶ月、まあ、5ヶ月で引退。え、そうなんですか。3年になるじゃん。あ、そっか、3年になって、うん、そっか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 、そんなもんなのか。風也は、風也はもういいよね、 C まで持ってこい。うんうん、あ、俺もうちょいでパワー D だ。そうだね、あ、肩でもグッと上がった。5、6。やっぱやるもんだね。じゃあ肩にしとこう。うん、これでいきます。なるほど。わ、楽しい。おー、おー、補給が上がってますね。みんな上がってってる。お、そういうか。肩数すぎ上がった。よしよしよし。さあ、2でいきますね。あ、でもメンタルよりどう、うん、こっちの方が結構、こっちの方がいいかもしれない。練習効率上がったほうがね。で、卒業式、おお、急速上がった、いい、いや、いいぞ。よし、パンは、オッケー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 。あっ、カズヤさん、花粉症になった。俺、花粉症なんないんだよこれいい、あの、スカウト行ってみるか。はい、お、いいよ、おお、いいぞいいぞ。お、特別推薦、松野、江川。あ、江川に行きますか。江川でしょ、は
オッケーで、うん、2潰しておきますか。2潰そう。はい、うん、卒業式だ。3年生は卒業しちゃいますね。寂しい。頑張ってくれたからな、うん、そうっすね。お卒業生一同わあ、こういうの出るんだ。あ、進路先。すげえ、みぞっとしない。これもうちょっとなんか、なんとかしてあげたかったなって思う。ならず者なってますよ、一人。ね、おい、ならず者がすげえね。うわ、最悪だ。いやもうちょっと。あ、本屋さんはいいですね。もうちょっとね、打たせてあげたかった。ありがとう、先輩。うわあ、でもならず者二人ならず者出ちゃう。フリーター出ちゃってる。フリーター出ちゃった。最悪だ。ならず者2、フリーター1。いやちょっとあの本屋さんもね危ないな。ちょっと危ないですね、うん、ギリギリギリバイトやめそうだな。う誰も野球関係進まなかった。ミゾット社員はあれ、ミゾットが野球のスポーツ用具の、うん、あそういうことかかもしんないよ。いや寂しいな。い、ね、ちょっと少しでもいい進路に進めてあげれるように頑張りましょう。この2年生は、ね、せめて社会人野球とか出たら、ね、行ってほしいよ ね、 よかったけどね。大学の野球部とかね。いやこうやって、ね、終わっていくんだね。そうだね。一世代一世代に、うん、なるほど。